日常演劇の歌にようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。エースコックのザ・のろごし麺豚キム 1.5 倍と5種の野菜もやしみそ、おし、どちらにスーパーカップを食べたいと思います。うーん、ラーメン美味しそうですね。ではで、ちょっと今あまり時間ないので、こちらのもやしみそから早速食べていきたいと思います。ではいただきます。味噌味ゆえか、なんだか和風っぽい味ですね。うーん、お野菜もうちょっと欲しくなるかな。はい、次は豚キムなんか辛そうですね。それに 1.5 倍で重量って良そうだ。普通のサイズはないのかってほんと突っ込まれそうですね。ではこちらもいただきます。刺激はそこまでああっていうのほどではないですが、やっぱりありますね。辛いのが苦手な方は注意です。量たっぷりで美味しいです。味噌味の方はやっぱり小型のカップ麺なので、比較的あっさりといただくことができる量で、味の方も味噌 の風味がしっかり溶け出ていて美味しかったです。パパッとスルッと食べたい時にはこちらですね。で一方のこちらの 1.5 倍の豚キムはもちろん 1.5 倍ということでボリュームがあるので、がっつりすすりたい時向けです。豚キムチのキムチの辛さはそんなにはなくて、後からビリビリきわきわするのですが、下回ってない、そこまで強烈にあーっていうような 辛さではないです。ただそれでも辛い方は要注意です。もち自分はやっぱり食べ応えと刺激があるこちらの方が好みですので、こちらの点数とさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。